こうやって自然になんかカールが出る。これ好き、私。これ最近すごい、すごいやってる。Hi everyone! ケナだよ。今日は、1週間のヘアアレンジの動画です。私は髪の毛最近結構長くなってるから、いろんなアレンジも最近ちょっと頑張ってやってます私は、ここ上の方は地毛だけどちょっとハイライト入ってるから明るくなってくる。下の方とかここら辺やっぱり長くなってるからなんか切ろうかなと思ってて、ここら辺ぐらいまで結構切るけど、まあ考え中ですね。私がいつも使ってるシャンプーとかは、普通のココナッツまたココナッツココナッツのシャンプーとコンディショナーで、そしてトリートメントはオラプレックスというトリートメントを、週1回ぐらいにコンディショナーと一緒に混ぜて、5分ぐらい入れといてシャワー浴びてる間で、その後、まあ顔洗ったり、そして全部ガーって、流すっていうか落とす。ちょっとなんかじゃあ早速、今週のヘアアレンジみんなで楽しくやりましょう。イエーイ。最初は、まあ、今ちょっともうカールが入ってるけど、まあ、ちょっと紹介として、ドライヤー、ヘアドライヤー、このカーリングのやつを、使ってます。これをこれを、使って、ちょっと柔らかいカールを出します。これ結構落ちたけど、でも最初はちょっと今日ジム行ってきて、hey! 汗かいたからちょっとこのドライシャンプードライシャンプーを、上の方、ルーツだけの方につけます。そしてこれ2つがあって、上の方、前の髪の毛、髪の毛じゃない、顔の近くの髪の毛は外巻きにする方にする方法にしてます。する方にしてます。これは外巻きだね。そしてこうやってちょっと取って、こうやってちょっと置いとく。クッキーがドア開けた。こんな感じ。ちょっと待って。下の方も。こんな普通クリクリではない。私の髪の毛結構 thin 薄いから、落ちてこうやって自然になんかカールが出るみたいな方が好きだから、ちょっとだけなんか足りてない部分やっとく。ほら、ここももうちょっと落ちてきた。そして
右側の。やっぱり髪の毛が下の方、前の方とちょっと違って長いから、ちょっと毛先だけ置いといて、そしてその後にグーって上の方に、やります。そしてちょっとこうやってボリュームが出る感じかな。そしてちょっとヘアスプレー入れて、一日中ちょっと落ちて、なんかナチュラルに見える方が好き。これは、髪の毛を下げた時にするヘアアレンジですね。私のヘアアレンジっていうか、1週間は上げてる方が多い。やっぱり、このアレンジで、そして髪の毛がちょっと顔に入ってて熱いと思えば、このクリップ、ちっちゃいクリップをここにこうやってグッと押さえとく。それが2つ目。そしてこう、こうやって、そしてちょっと前に出すとか、これが2つ目のアレンジ。これすごいよく大学の時やってた。すごい簡単だから、クリップ2つぐらいだけいつもカバンの中に持ってって、そしてこうやってピッて前髪の方だけを後ろの方に留めといて、そして後の髪の毛はこんな感じ、すごいこんな感じで下ろしとく。癖が入った。まあ3つ目だけど、クリップ使っていつもやってるヘアアレンジは2つある。結構クリップ、どうやってクリップ使ってるか、いろんなコメントとかこの間っていうか最近あったけど、こんな感じです。最初はこれ取って、これさ、ちょっと OK、 じゃあ最初の後ろからやる。見えるかな。全部の髪の毛を取ってこんな感じで、そしてゆ、差し指でこうやって巻いて、でもこの長い部分を押さえたまま巻いて中に入るように。そしてこれも上の方に巻いてこうやって置く。そしてクリップ使って全部をこうやって留めます。こんな感じ。
見えたかな。それもう一回もう一回やりますね。オッケー。こうやって後ろの方を見れば。ダーン。クリップ使ったアレンジです。もう一つのクリップのやり方はもうちょっとちっちゃいクリップを使ってアレンジします。だからこのサイズを長い短いここの刃がこれ長いやつは全部髪の毛を上にするとき使うやつ。あとはちっちゃいやつを使って、上に上げてるけど、でもちょっと出てるみたいな感じのやつを使います。これはまた後ろの方が。じゃあ、さっきみたいに全部を取って、そして差し指を下に巻いて、でも今度はこの毛先を取らないで、このままこうやって巻いたら上の方に持ってきて、そしてここの下の部分だけを止める、クリップでこう、そしてこんな感じで。ポニーって、あークッキーさーちゃんそしてなんか上にハイポニーテールみたいな感じに見えるアレンジ。ですね。もう一回やります。じゃあ、髪の毛を。このクリップ使ったアレンジはやっぱりすごい簡単っていうか、急いでる時とかそんなに、髪の毛にこだわってない時、なんかなんかどっか行く時すぐにパッて上に上げたり、運転する時は絶対髪の毛とか、周りにあるのが嫌だからこうやって上にしてます。あと料理とかするときもそうだけど、髪の毛全部上に上げたり、あとそんな感じかな。やっぱり私は髪の毛が全部下げたままアレンジする方じゃなくて、全部を顔に入んないようにしてるアレンジの方が多いかな。やっぱり下に下ろすやつはあんまり週に何回しか、1回ぐらい2回ぐらいしかやらないかな。まあ出かけるときとかディナー行くときとかそんな感じかな。やっぱり顔に入ってない方が好き。私なんか顔に入ってなかったらなんかずっと触ったりとかしてなんか邪魔になる感じがするから、やっぱり私上に上げてるね、ほとんど。ああ、こ
これ好き、私。これ最近すごい、すごいやってる。なんかいつも使ってるクリップで、全部髪の毛見えないようにするんじゃなくて、やっぱりこうやって上の方が見える。そしてバンド使わないで痛くないから、クリップは。で、こんな感じ。何クッキー？次は、ゴム使うヘアアレンジですね。輪ゴム。私編み込みできないから、なんていうの、なんかこう上からなんか頭から編んでいくのは。できないできないからいつもやってもらうか友達にやってもらってる。でもゴム使って上に上げて、そしてそこを編むことも多い。だからそれを紹介します。最初は溶かす。これは大きい髪の毛のブラシで溶かして、ちょっとスプレーが入っちゃった。オッケー。大きいブラシで溶かした後はちっちゃいブラシを、ちっちゃいっていうかもうちょっとちっちゃい頭のブラシを使って真ん中部分を半分にする。じゃあ溶かした後にジェル、クリアのスタイリングホールドジェルをこのぐらい、ちょっとちょっと指をこのぐらいを手でビーって押す。足りてなかったらまたちょっとだけ、ちょっといいかな、ちょっとだけ後ろに上にやるように、全部。そしてブラシでまた引っ張って、ゴムを入れて、そしてこの上のとこをちょっと引っ張って、こんな感じでハイポニーテールなった後にここを編んでいく。ちっちゃいゴム、ちっちゃいゴムを使って、ここ編むときはたまに2つに分けて、これを編んでこれを編んでするけど、今日は1つだけにしよう。こうやって3つ、なるべく、全部が一緒ぐらいの太さで、こんな感じでゴムで。そして止めた後にこうやってちょっと
太く見えるためにちょっとこうやって引っ張って、編んだ部分をちょっとこうやって引っ張って、こんな感じで、なります。そしてよくジムとか、仕事の時とか、すごい暑い時とか、こういう、全部髪の毛が顔に入ってないように上に1回全部開けて編んで、でもジムとかだとこの上になんかちっちゃいこういうヘッドバンドこうやって止めときます。スポーティーなんか運動会出るみたいな感じだけど、これが、もう一つのアレンジです。じゃあ最後、次は最初二つに分けてからやります。真ん中から指で、2つにずっと下まで分けます。見えない時すごい大変なんだよね。見えない時って後ろ見えないけど、全部分けられたかな。真ん中から、そしてさっきみたいにジェル使います。ジェルはちょっと入って、もう入ってるけど、もうちょっと入れようかな。2番切った方がいいかな。みんな長い髪の毛が好き、短い髪の毛が好き、どうかな。私だと高校生の時とかよく短くしてたけど、もうちょっとジェル入れます。大学、あ、でも大学も結構短くしてたね。2つ合ってる。そしてちょっとこういう時ちょっと毛が出てたら、ジェルを入れて引っ張って、そして次はこの中のポニーテールというかに2つに分けて、こう、そして編んでいきます。1つを、あれ、ちょっと待ってもう一回最初から、ちょっとこれ後ろ、上の方に置くかな。これでいけますかね。こんな時になったら、一つだけが薄くなったら両方一緒にして、そしてまた分けてやる。長い
にはいいんだけど。いいかな。まだちょっと残ってるけど。ゴム。そしてまたこの間っていうか、さっきみたいにちょっとこうやって引っ張って。そしてもう一つのも編んでいきます。終わり。完成。だから2つに全部で4つ、2つに分けて4つに。イエーイ。こんな感じです。今回の英語フレーズは髪の毛について使える英語フレーズです。最初は I love your hair か I love your hairstyle って使える。その髪型大好きですって、人に言うこと、言うとき I love your hair か I love your hairstyle。 2番 No.2 I need a haircut。 私は髪の毛のカット、ヘアカット、あ、日本語だとヘアカットか、私はヘアカットが必要っていうフレーズです。 I need a haircut。 私ヘアカット必要実は I need one。 あと No.3 は Did you dye your hair? 髪の毛染めましたかって聞く質問です。 Did you dye your hair? って聞きます。今回の1週間のヘアアレンジの動画見てくれてありがとう。ぜひ違うヘアスタイルとか、見たかったら教えてください。ぜひやってみます。頑張ります。またね、バイ。